さて、両陛下がトランプ大統領と面会されるんじゃないかという話が出てきましたけども。この話振り返っておきましょうか。トランプ大統領、国賓として日本に来た時の話です。5月末から6月上旬にかけて、トランプ米大統領夫妻は日本と英国を相次いで国賓で訪問した。伝統と格式を重んじる皇室と英王室に丁重に迎えられた同大統領夫妻にとって、感じるところの多い外遊だったんではないだろうか。トランプ大統領は2017年1月に就任してから、この6月初旬の英国訪問まで、計5カ国から国賓で招かれたと、外国首脳の訪問形式には国賓、公賓、公式、実務、実務、非公式の5通りがあると。このうち国賓が最も格式が高く、接受国は晩餐会をはじめ様々なイベントを用意して公務する。しかし2017年11月に国賓で招かれた韓国、中国、ベトナムの3カ国は1泊2泊1泊の飛び石図体の訪問となったと。ホワイトハウスのスポークスマンは大統領の日程上の都合しか述べなかったが、国賓訪問を1泊で済ますのは異例である。このため、接受国は晩餐会以外のイベントを行う余裕はなかった。これに対し日本には3泊4日、英国は2泊3日と、明らかに先の3カ国に対する姿勢とは異なる。やはり韓国とかは、愛国ですから、ムンジェインは結構ずさんに対応された。この時代、ムンジェインだったと思います。米中のギクシャクした関係から押し上がると、国賓訪問もあまり気の合わない国や、馴染みの薄い首脳とは早々に切り上げて、関係のいい国、気の置けない首脳とはじっくり付き合うようにも思える。石破さんは5分で終わったっぽいですけど。さらに日英が先の3カ国と決定的に異なる点がある。それは歴史と伝統と格式に彩られた皇室と王室をいただく立憲君主国であることだ。歴史が浅く、最小で2期8年で大統領が入れ替わってきた共和国の米国は、メンクの続く家系が政治から超越し、国民統合の役割を果たしてきたことにどこか憧れを抱いてきた。アメリカ参戦は禁止されてますからね。修正第22条の規定によって2度を超えて選出されることは認められてませんので、4年に1回国民の投票によって新しく選出されるわけですが、通算3期以上務めた大統領経験者はいないわけですね。トランプさんも最長は8年になるので、4年かなんですけども、トランプさんが大統領になれられたら4年は安泰です。ここね、4年はね。まあ、次はどうなるのかですけども、トランプさんみたいな人が現れてほしいと思います。そんな共和国の国ですから、天皇陛下、皇后両陛下への憧れというものがものすごく強いと。確かに英王室との対応とかを見ていても思いますし、日本国との対応を見ててもそのような傾向はものすごく強いんだろうなと。特にトランプ大統領にはその傾向があるんだろうなって、日本としてはありがたい話だなと。それだけ日本皇室というのはすごいということです。本来外遊をあまり好まない同大統領夫妻ですが、皇室、日本、王室の英国は招かれて光栄な国でしたと。特に日本は新天皇と会見する最初の国賓という破格の待遇を与えられたからなおさらである。実際のところ、天皇皇后両陛下、エリザベス女王やフィリップ殿下などの英王族を前にした同大統領には、普段のしかめっ面した顔つきは消え、トランプさん正直ですからね。どこか神妙でどこか嬉しそうな無邪気な様子が明らかに見て取れたと。同大統領にとって日英両国はいずれも2度目の訪問だったと。日本には2017年11月、英国には、翌2018年7月訪れています。いずれも公式訪問。トランプ氏は前回に比べてリラックスしてきたと。堂々とした振る舞いからは他方を勉強してきたことが伺えるとの談話を引き出している。好意的に見れば最初の時は緊張していたんだろう。いうトランプ大統領もです、緊張するぐらいに日本との面会を楽しみにしていたと。背景があります。今回来夏に天皇皇后両陛下がアメリカに行かれるんではないかと。当然ながらトランプ大統領との面会があるわけです。トランプ大統領も胸が高まる思いじゃないのかなと思うわけです。アメリカは歴史が浅くて、王室皇室の存在もないわけです。しかしながら日本の天皇家はもう2000年以上続いている家系の頂点に立つ存在ですよね。ですからトランプさんにとっては天皇皇后両陛下に会うのは普通の国家元首と会う以上に特別で、3泊4日っていう長いスケジュールで取られたんじゃないのかなと思います。なおかつ、破格の待遇を受けたと、最初の国賓ということで、ものすごくそこは嬉しかったんです。トランプさんは非常に天皇皇后両陛下と再会されることを楽しみにされてるんじゃないのかなと思う。まさに選ばれた人物だったわけですよね。トランプさんは心からこの出会いを喜ばれて、
誇りに感じたでしょうね。アメリカでもビジネスで大成功して大統領という地位に上り詰めたトランプさんにとっても特別な扱いを受けるのはご名誉なことじゃないのかなと思いますね。アメリカの大統領は国をまとめる存在ではありますけど、政治的な顔が強いですよね。対して天皇皇后両陛下は国民統合の象徴として、まあ、政治を超越した存在になるわけですよ。象徴的な存在と直接会うっていうことは、トランプ氏自身も国家と国民を超えて大切なものを感じて真に国をまとめるリーダー像を体験したいだと思いますよ。トランプさんは日本に対して特別な敬意を抱かれて単なる外交の場を超えた特別な関係を実感したことでしょうね。心から喜ばしい体験になられたんじゃないのかな。そのトランプさんも天皇皇后両陛下には驚かれたようで、これ有名ですけど、トランプ大統領も衝撃を受けた天皇皇后両陛下の英語力という話があるんです。まあ、秋島家とはもう全然異なってるわけですよ。ここで秋島家が出てきたらトランプさんもなんじゃこいつだと、まあ、いう感じですぐ帰っちゃうでしょうね。そういえば秋島映ってましたね、前の映像でトランプ大統領とメラニアさんがいる時になんか映ってますね。すごい存在感なかったですけどね。5月27日午前9時過ぎ、アメリカのトランプ大統領は天皇陛下即位後最初の国賓として皇居宮殿竹の間で会見を行いました。玄関で迎えられた両陛下の横に今まで天皇皇后の国際親善の場にいたはずだった通訳はいなかった。実は通訳いなかったんです。驚いたのはトランプさんでした。トランプさん、あれなんで通訳おらんのかなってびっくりしたわけですよ。陛下は英語が大変お上手ですけど、一体どこで勉強されたんでしょうか。そういうトランプさんが言ったんですよ。トランプ氏は前日安倍首相と行動を共にしたと。安倍首相はゴルフにも大相撲観戦にも通訳を引き継いでいたので、トランプ氏が驚くのも無理はなかったのかもしれない。陛下は、A. オックスフォード大学に留学経験があって、そこで知り合ったアメリカ人の友人を訪ねて、ニューヨークなどアメリカ各地を回りましたと答えられたと。さらに皇后もニューヨークの幼稚園、ボストン皇后の高校、そしてハーバード大学で学んだと説明されたと。その凄さにトランプ大統領も驚いたんです。まさに格別的瞬間だったと思いますね。これ二重の意味でトランプさんは驚かれたんじゃないのかな。天皇皇后両陛下が英語で通訳なし直接会話ができるのはトランプさんにとっては驚くべきことだったんでしょうね。トランプさんはアメリカ大統領として多くの国の元首と会ってきてはおられると思いますけども、天皇皇后両陛下がこれほど流暢に英語で応じられるとは思ってらっしゃらなかったと思うんですよね。通訳なしで会話できるほどの英語力をお持ちになられて、自然と相手をリラックスさせる雰囲気をお持ちになられています。天皇皇后両陛下のコミュニケーション能力の高さ、つば抜けてますよね。まあ、圧倒されるばかりだなと思いました。皇后陛下も英語が堪能であられるし、外交官時代から国際的な場で活躍されてきた人物であられます。その英語力はますます磨かれているんでしょう。まさにプロの外交官そのものじゃないのかな、現役以上のものがあるんじゃないのかなと思いますよ。皇后陛下の圧倒的な外交センスと完璧な英語力にトランプさんもメラニアさんも驚かざるを得なかったんだろうなと思いますね。驚くでしょうね、まあ、びっくりですよね。その様子をトランプさん絶賛されたんじゃないのかなと思いますし、メラニアさんも驚かれたことなんだろうなっていう、こういった天皇皇后両陛下の凄さが本当に日本の誇りだな、日本に生まれてよかったなって思いますし、凄すぎる語能力をお持ちの天皇皇后両陛下がいらっしゃる日本国って本当にいい国なんだなって再認識させられましたね。トランプ夫妻は皇后陛下の類まれな語学力に衝撃を受けたに違いない。外交官の父を持つ皇后陛下は幼少期からソビエト連邦、ロシア語も行けるわけですね。アメリカ、スイスなど外国での生活が長かった。アメリカ英語、それからロシア語、まあ、他の言語もかなり卓越した語能力をお持ちなわけです。すごいんですよね。アメリカ最古の大学で世界最高の知性が集まるハーバード大学経済学部、卒業時には学部でわずか3人だけが受賞する優等賞に選ばれた。大学卒業後、東京大学を経て外交官の道へ進まれた雅子さま、外務省北米局に勤務されましたが、アメリカ通商部相手の国際交渉で通訳官を務めたほど英語が堪能で、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語なども話されます。波の通訳などを軽く凌駕されるネイティブレベルなんですね。それはトランプさんも驚いたことでしょうね。卓越した語学力だけではない。1960年代前半生まれの世代の日本人女性の中でもトップなんじゃないですか。ズバ抜けて皇后陛下は教養や知性、国際経験などの面で間違いなくトップクラスのキャリアウーマンなのだ。陛下のご成婚後、雅子様は紆余曲折を経て
適応障害を患われて、皇室の国際親善の場からは遠ざかられていた。それでも結婚してすぐの頃には、それまでの皇室の国際親善の枠を超えた活躍を果たされてきた。例えば1994年のアラブ7カ国への歴訪。当時、男女が同席しないイスラムの慣習に基づいて別々に晩餐会に臨んだ。皇后陛下は女性王族に囲まれながら通訳なしで会話を弾めせたという。すごいですよね。アラブ7カ国で通訳なしですよ。すごすぎる、ね。もう皇后陛下は天皇陛下も馬抜けていられて、要するにトランプさんもだいぶ驚かれて絶賛されたということです。そんなトランプさんのもとに天皇皇后陛下がいらっしゃることになったら、トランプさんも日米韓にとっても嬉しいことはないでしょうね。そこに秋篠宮家は全くもって不要だと。こんなんに秋篠宮行ったら終わりですよ、もう。今、政府内では両陛下の6年越しの返礼として、招待の期待感が高まっていると。トランプ氏は、メラニア夫人と共に2019年5月に国賓として来日し、天皇皇后両陛下と会見したり、宮中晩餐に招かれたりしている。外交儀礼上では国賓として招かれた国の元首は、招いてくれた国の元首を返礼で国賓として招くことになっている。トランプ氏は令和初の国賓として招かれたわけですから、まだ米国から両陛下への招待はありません。かなり可能性あるんじゃないのかな。トランプ氏の再選は共和党の政権交代という側面もあって、大統領就任式が予定されている1月20日以降、8000人もの連邦政府職員が入れ替わると言われています。米政府内の体制が落ち着いた頃以降に両陛下が招かれることになるでしょう。それが来夏あたりになるんじゃないのかと。日米の絆をより強いものにするためにも、米国から両陛下の招待に対しては政府内でも期待が高まっていると。現在の世界情勢を鑑みても、経済安全保障といった分野で日米の連携同様はあってはなりません。両陛下のご訪問については、早ければ来夏にもという声は聞こえてきます。前回の来日で皇后陛下はメラニア夫人ととても親しい関係を築かれたと聞いています。というわけで、天皇皇后両陛下が訪米なさるんじゃないかと、とても喜ばしいことだと思いますし、もしかしたら秋篠宮殿下もご一緒なさるかもしれません。秋篠宮家、一切この記事には登場してません。残念ながら秋篠宮家は言語が非常に弱いですし、ちょっと無理なんでしょうね。ムンジェインみたいな対応されて終わるんだろうなって思うわけですね、もし言ったら。横取りしないでほしいなと思いますし、エイミは本当に開発人だなと思いましたね。以上です。それでは皆様ご一緒に近しお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ、さよなら。